ダビド・ジノラは、フランス出身の元同国代表サッカー選手。ポジションは、FW、MF。クラブではイングランドに渡り、1999年に、フランス人としては、エリック・カントナ以来となる、FWA 年間最優秀選手賞を受賞、また PFA 年間最優秀選手賞を、同時受賞するなど成功を収めた。 フランス代表としては1990年、ユーロ92予選アルバニア戦で代表デビューを飾ったが、1993年のアメリカ W 杯予選ブルガリア戦において、残り1分の時間帯に、サイドでボールキープを行って、時間を稼ぐことをせず、単純にクロスを上げたことが、相手の素早いカウンターからの得点をお膳立てする、結果になってしまい。 予選敗退の先般として、ファンやマスコミからの非難を浴びた。そして、その非難から逃れるため、イングランドへ移籍した。その後、監督に就任した、エメジャケの構想から外れ、1995年を、最後に代表へ招集されることはなく、1998年のフ、FIFA フワールドカップ、フランス大会出場は叶わなかった。1999年、 ワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で62位に選出された。容姿端麗なことから女性の人気も高く引退後は CM 出演や俳優としても活躍している。娘のカーラ・ジノラはモデル。ありがとうございます。